はいえー、皆さんこんにちはということで本日も皆様お疲れ様でございますまたですねご即労ご視聴いただいてありがとうございます本日ガイダンスということで、えー、初めて学ぶ行政書士ということでガイダンスご紹介をさせていただきますレック専任講師の鎌田と申します、えー、最後までお付き合いいただければというふうに思います失礼ではあるんですがあ着座させていただ いただきますでですね皆さんの手元に行政書士のこのパンフレットをお持ちの方はこのパンフレットの方をですね、えー、手に取ってページとかもご指摘していただいきますので、えー、ご覧いただければというふうに思いますさて本題に入ろうと思いますが今回のガイダンスのテーマはですね初めて学ぶ行政書士ということで皆さん本日お聞きになられている 方々はですね行政書士という試験受けてみようかなと受けてみようかなと思うけど行政書士ってどんなことをやるんだとまたですね行政書士でお金稼げるのかここが皆さん切実なところかなとは思いますけれどもであったりでそもそもじゃあ行政書士あそういうことなのかとお金、まあ、ある程度稼げるのかとじゃあどんな試験なんだと試験合格しなきゃいけないわけですからどんな試験なんだろうかというところをですねこの この辺りを本日皆様にですね、えー、学習といいますか把握していただければなというふうに思います。 まずですね行政書士試験を受けるにあたって行政書士というのはどんなもんなんでしょうといったようなところからお話しさせていただければと思いますこちらパンフレットですね行政書士パーフェクトコース指導ということで一般合格率の方は10%前後ではありますけれどもレックの方受講をしていただければですね一般合格率の5倍ですね56%約半分ぐらいの方が合格 していただもちろんですね、えー、しっかりと学習していただくというところは必要ではありますけれども独学で学習してたら 10%10 10人に1人ですよねとに対して、えー、しっかりとレックの方をご利用いただいて、えー、レックの学習をしていただければ半分2分の1では合格できるとかなり高い合格率になっていますので、えー、ですね、えー、ぜひですねご検討いただければ と思いますがあその前にですね 本日ののガイダンスの内容ですねまず、ページのですね6ページ、7ページのところをですねここのところは行政書士の業務と未来ということで許認可業務であったり出入国管理業務であったり消費者業務であったりですね現場の第一線で戦われている働かれている先生たちのことが書いてありますのでこの辺りはパンフレットなどを見てですねあ 業務でではここうういうことと、をすするのかとまたですね、出入国管理外国人関連ではこういうことをするのか消費者管理私たち一般の人たちとの関係でもあこういうことができるのかといったところですね最近においてはデジタル庁ができてきたりしてですねデジタル化デジタル化の中でも行政書士の仕事というものがあ,あるんですよといったようなことも書いてありますのでこのあたりは皆さんの行政書士って、えー、現場でどういうか どういうことをするのかの参考にしていただければなというふうに思いますそしてこちらの現場の第一線のところで先生方が働かれているのと同じようにですね 行政書士の業務というのは大きく分けると許認可業務ですね公的な業務ともう一つ民事企業法務という形でえ民事関係ですね私的な関係での業務というものに大きく分けると分けることができますそれぞれ6個であったり許認可業務であれば6個であったりですね民事企業法務であれば4つ乗っかってますがこれ全てを説明するということは時間の関係上できません けれども建設業、許可申請であったら建設業ですね建物を建てたりする時であったり風俗営業許可夜のお店であったりパチンコ屋さんなどを作るときには許可が必要日本はですね何かをやるにあたってはですね 国であったり行政に対して何らかの申請書面を出さなければいけませんよねと飲食店営業をするんであれば保健所にいい申請を出しますよとそういった公的な文書を作る行政書士と書いてあるように、まあ、昔は代書屋というふうによく言われた時代もありますけれども書面を作ると書面を作ることによってですねなかなか一般の法的な知識がない人 方々についてはですねどんなことをどんな手続きが必要なのかとかまた調べれば手続きわかるけれども自分で書くのはちょっと面倒くさいなとかああいう時にですね私たち行政書士の 人が行政書士がですね間に入って申請を取り次いでいくと申請行為を行っていくといったようなところになるこれが行政書士の大きな仕事の1つ目ですねもう1つはですね。 民事企業法務ということで、えー、一般との関係ですね行政機関であったりそういうところとの関係ではなくて遺言書を作りますとか相続業務であったりですね、えー、こういったところ一般の 人々との間に入ってですね遺言書を作ったり相続業務を行ったりというのも行政書士の仕事ですとさらにですね企業法務というところになってくると企業間では日頃から契約書もちろんですね一般の人一般の方々がですねお金の貸し借りをするからちゃんとしておきたいから書面を作っておきたいといった時も契約書というものは必要になってきます。けれども行政書士の企業 ホームを扱うととなると契約書企業は契約をいっぱいするわけですからこのあたりが結構多く出てきたりするわけですね。私もですね実務は基本的に企業の方を相手に普段はお仕事をしています企業の中であればですねもちろん契約書の作成といったようなことについてもチェックであったり作成をすることは多くあります。またその他にもですね 企業を相手にする場合については事業計画書の作成であったりですね 行政書士というのは紙を書くだけ書くことしかできないというわけではないんですねそれに伴う相談というものを受けたりということもできますから企業であれば営業の方々の相談に乗ったりホームの方々の法的な相談に乗ったりとまた全体でですね企業の営業ホームの方々向けにですねこういう形で法的な知識をお話ししたり契約書の書き 方であったりチェックの仕方であったりをお話ししたりするといったような形でですね行政書士というのは紙を書くだけではなくて人前でお話をしたり相談をするといったようなこともできる業務になっています。なのでここにに書いてあるように 許認可業務であれば何かをやりたいというときに行政機関との間に入って法的な形でですねきちんとした書面を作る、また民事関係、企業関係であっても遺言書であったり相続であったり契約書については法的な知識が必要なわけですから一般の方々の間に入ってですね法的な知識を使うという形で行政書士はよく町の法律家というふうに言われます。町のの法律家っていうのは何か いうと弁護士さんであったり司法書士さんたちも法律を扱ってきますけれども何が違うのかですね弁護士の方々は裁判ができるというのが一番大きいですね司法書士の方々先生方はですね一部の訴訟と裁判というものはできますが大きな裁判というものはできないと一方で司法書士の人たちの大きな特徴としては不動産の登記であったりですねそういった うたもののは司法書士の先生がが行うことができきて行政書士はででないとですから、行政書士はあ弁護士であったり司法書士の先生たちと同じように法律知識を使っていきますが裁判と登記といったようなものに関してはできませんよとでその他の多くの範囲については行政書士が関与していくことができるなので町の法律家と呼ばれているわけですね。 一番身近にですね、人々のに寄り添って相談を受けたり書面を書いたりするとで相続業務とかであれば争い事になってきてしまって裁判だという話になってきた場合についてはですね、弁護士さんを紹介したりとまた相続業務で不動産の登記を移すという話になったら司法書士さんを紹介したりという形で、まあ、言いゆうなれば。 町の法律家、まあ、窓口みたいなものを,です、ねえー、を行政書士ができるという形で幅広いところで行政書士のお仕事というものはありますと日本人の人たちだけではなくてですね外国人の人たちを相手にする外国人の在留手続きであったり入管業務ですねこういったようなものも行政書士として行うことができますと。なので、えー、行政書士 で稼げるのかなとというところ皆さん、聞きたいところだと思いますがもちろん、どの職業でもですね頑張らなければお金というものはついてきませんけれども行政書士はできることが多いわけですからこの許認可についての申請書面だけでもですねすごい数ありますので。えー 絶対に自分がやりたい範囲と自分が得意としたい範囲自分が仕事にしたい範囲というものは出てきる探せばあるはずですからいやいややるといやいや頑張るとそういったようなことはなくて済むとまた自分が好きな分野をですね極めて頑張っていけばですねもちろんお金というところを稼ぐというところもついてきますから非常にですねフィールドが古い広い分ですね 夢のあるお仕事それがあ行政書士になりますなのでですね是非、えー、ですね行政書士試験を受けてみようかなと思われているんであれば是非合格して取っていただきたい行政書士の資格を取ってい,いただきたいというふうに思って いますじゃあですね行政書士の資格というところを言ってですねじゃあどうやったら合格できるんだとどういう試験なんだという話に移っていきますがページでは12ページのところですね質問から最終合格までの流れという形でですね大体いいですね7月の下旬あたりですね7月の下旬あたりから願書。 の提出が始まりまりすとであの試験日程についてはですね5月中旬頃ですね毎年5月中旬頃に日程が発表になるとで7月下旬頃から8月下旬にかけて出願期間になりますよとで試験日については例年ですね11月の第2日曜日が試験日になっています。で資格制限についてはですね 年齢学籍国籍に関係なく誰でも受験することができますよと。 いう形で資格制限はありません誰でも受験することができますよとただですね受験制限がないと資格制限がないということでですね一般知識と一般的な教養的な知識持ってますかと言ったようなところが聞かれてくるっていうのが行政書士試験の特徴でもありますそして11月にの第2 日曜日に試験を受けて発表は1月下旬と結構、間空きますよねと、でこれ結構、間空くのはですね記述式という形で文章で40字程度で書く問題があるからその最低に時間がかかるからですね1月下旬頃に試験の発表になりますと、まあ、要するにまとめるとで5月中旬頃日程が発表されて7月下旬から8月下旬にかけて出願で11月の第2日曜日に試験で合格発表 1>, 1月の下旬ですと受験資格はありません、受験料は7000円になっていますよ、これが行政書士試験ですね、行政書士試験、国家資格ですから、これを取れば、ですね国家資格者にはなるわけですね、皆さん。 じゃあですねどうやったら合格できるんですかというところですけれどもそれは12ページの下のところを見ていただきたいんですね12ページの下の要件3のところこれが一番大事です。試験全体の得点が満点の60%以上であるもの要するに満点が300点満点ですからその60%以上要するに180点以上ですね180点以上を取れば行政所持試験合格できるという絶対比 評価の試験になっていますここも行政書士試験の特徴的なところであってですね他の試験であったりであれば受験者数の得点に応じてですね合格点が変動してくるといったような相対評価の試験もありますが行政書士試験は絶対評価180点以上を取ったら基本的には合格できる基本的にはっていったのはここにちっちゃい字で書いてありますが2014年は。 補正的な措置によって166点以上になりましたよということでこの措置はちょっと難しすぎたんですね。えー、受験生の人の得点があまりよろしくなかったということで時によってはですね、点数変動ありますがほとんど180点以上を取れば合格できる絶対評価の試験となっているのが行政書士試験です。では、 行政書士試験っていうのはどういうものなのか流れであったり合格するために必要なのは60%以上180点以上なのは分かったとじゃあどんな試験なんだというお話に移っていきたいと思いますが。 行政上司試験は、五子択一式ですね、多子選択式、記述式ということで、大きく分けると3つの出題形式があります。五子択一式っていうのは選択肢が5個あって、ですねこの中から正しいものを選びなさいといったようなものですね、で多子選択式というのは、あ本文に問題文がいっぱいバーっと長ったらしく書いてあって、ですねその間に四角が4つあるんですね、でこの四角の4つの四角の中に、えー、入るキーワードが、ですね下に20個ぐらいあってですね、この20 こ個の中から正しいもの4つを選びなさいと。 いいっぱいある足の中から4つを選びますから、多子選択式になっています。で、C ですね、記述式という問題が3本出題されてきますが、これは40字程度でですね、実際に自分の文章で書くということが必要になってくると、で記述式ですね、え、なんか自分で日本語で書かなきゃいけないのということでですね、皆さん、難しいんじゃないかと思われた方、結構いらっしゃるかと思いますけれども、心配する必要はないです。 ね、普通に知識を入れて普通に問題演習をしていれば自然に書けるようになってきます。もちろんですね、記述式というものがあるんだどういう風うに出題があるのかっていうところはある程度は慣れないといけません、えー、けれども、そんなに心配する必要性はありませんよというところをですね。こういったところでも予備校を使うメリットというところは出てくるわけですね。記述式っていうのはどういう風に出題があるのかどういう風にのぞ 飛んだらいいのかと 普通に学習してれば解けると言ってもですねやっぱり慣れが必要でまたテクニックといったところもありますから記述式のところを効率よく得点取るという話になったら予備校を使うというのも一つの手になってきますよというところですねまた科目としてはどんなものがあるのかですね先ほど言ったように受験資格がありませんから一般知識教養的なところが聞かれてくる政治経済社会情報通信個人 情報文書理解国語の問題ですねこういったところが一般的な知識として聞かれてきますよと全部で833の14問ですね14問一般知識として聞かれてきますとで注意してほしいのはこの一般知識ですね先ほど合格点のところで申し上げましたけど全体で180点以上を取れば 基本的には合格なんですけれども一般知識科目の得点が40%以上ですね先ほど言ったように一般知識で14問ありますから14問1個4点ですからトータルで56点ですね。 ここに56点ってありますよねと。一般知識満点で56点ですよね。ってことはこっちの法令科目の方で全部で244点あるんですね。なので法令科目だけで合格点の180点を超えることは可能です。 ですが注意してくださいって言ってるのはここからでいくらですね244 0 0点点満点2点法令科目にあるので200例えば12点取りましたよという時であっても法令科目でですね一般知識でですね56点満点の40%以上ですからこちらにある24点以上必要で20点だったとトータル222点だったと。 ふう風になったとしてもこれは不合格。 不合格になってしまいまいすので一般知識のところで基準点と呼ばれるものですね一般知識で40%以上取ってないと180点以上いかに取っていても合格できないですよということもありえるんだとそういう試験なんだというところをですね一つ注意していただければというふうに思います。またでですね今のとところでちょっとビビッ ビビらせてしまったかも恐怖を誘かせてしまったかもしれませんけれども一般知識14問中の24点ですから6問取れればいいんですね14問中6問というところを取れればいい授業予備校の授業の方でもですね文章理解であったり情報通信個人情報保護といったようなところこの辺は結構ですね対策ができるところですのでこれだけでサンタスさんの6問ありますよねと。 しても政治、経済、社会、ここは一般的な日頃生活しては常識的な感覚的なところでですね溶けてくることも多いですからそんなに心配する必要性はありませんよとただこの2つについてはちょっと対策というものをした方がいいですよといったところをですねこの辺りについても予備校を使うメリットというところをですね記述式のところでも予備校を使うメリットがありますよとえさらに いいですね、法令科目の方の話に移ってきますが法令科目としては基礎法学憲法行政法民法商法会社法という形でですね 法令についての科目ですね法令についての科目について多子選択式であれば憲法行政法記述式であれば行政法民法といったようなものが含まれてきますよといつ要するに憲法行政法民法処方会社法の5つの法令というものが試験では聞かれてくるといった ところですなので皆さんはこの憲法、行政法、民法、商法、会社法というものを学習しなければいけませんよと法令科目を学習しなければいけませんよと少し講義みたいな話になっちゃいますけれども皆さんですねこの科目民法憲法、行政法、民法、商法、会社法というのはどういうもんですかって言われたら答えられますかとこれ試験で聞かれるわけじゃないですけれども民法であれば民の方は私たち一般の人たちに関する法律なのかなと行政といえば行政機関との関係の ななのかなと商法であれば商売についての話なのかなと、会社法であれば会社についてのルールなのかなというところ、をわかると思いますが、これ、憲法ってなんでしょうと、皆さんですね、よくニュースとかでも、ちょっと前に安倍さんが憲法改正だということで、憲法、憲法という話は出ていたと思いますが、憲法ってなんなのって聞かれて、皆さん、答えられますかと。 非常にいい憲法、なんですかね、この字、ごちゃごちゃした字ですね、えー、分かんないですよね、まあ、要するに、皆さんが法律科目、特に初学者の方だと、憲法以外にもですね法令科目は外国語のようなものだと思ってくださいと、ですから、最初から分かんない、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 分かんないで学習しないでくださいと。 最初からですね気を張って学習してしまうとやっぱどっかで心が折れてしまいますので、えー、法律っていうのは外国語なんだと分かんなくて当然なんだと最初は分かんなくて当然なんだという意識でですね学習していただければと独学でやるにせよ予備校を使うにせよ最初は。あ 最初から意気込まないでくださいと外国語でわかんないものは分かんねえんだと最後に分かりゃいいんだからとそのために学習をするんだとで、えー、今言ったように私これ憲法何なんですかねって言いましたけれども憲法っていうのは国から国民国家権力からですね国民の権利を守る人権を守る法律ですね。えー、なので 憲法の権の字、これ実は守るっていう意味合いも持ってる感じなんですね。だから守る法、要するに国家権力の乱用を防止して国民の権利、自由を守る法、それが憲法になりますよと言って ところになるわけですね予備校を使うもう一つのメリットとしてはこういったですね外国語のような法令科目独学だとですねなかなかあそれどういう意味なんだろうと。 おこれ、えー、何なんだろうということがわからないので丸暗記になってしまうと丸暗記になるとどうなるか非常に覚えること多いですから絶対どこかで心が折れてしまうもう嫌だなというふうになってしまうとせっかく学習しようと思って独学であっても市販の本屋さんに行って教材を買ったりですね、えー、せっかく準備して、えー、時間も使ったのにもう心,で心が途中で折れてしまったらそれこそお金の無駄時間の無駄になってしまう。 確かに予備校を使うとお金はかかってくる一般で独学でするよりかお金はかかってくるだけれども独学で,です、ね、やって何年も何年も試験を受け続けるのか。 時間ですよね時間というものはお金では買えませんからあー法律の意味合いというものはどういうものなのかと理解が伴えば記憶も伴ってくる暗記もできる特定も伴ってくるその理解を助けるのが私たち予備校の講師ですから是非ですね予備校のメリットというところも把握考えていただいてですね えー、もちろん私池袋の方で、えー、授業はしていますけれども他の先生も皆さんの合格のためにですねサポート全力でサポートとかなりレベルの高い先生方が揃っていますので。えー 予備校を使うというのは時間の節約になるトータルで見たら確かにお金というところコストというところはかかってきてしまうけれどもお合格できるんですよとまたあレックで言えばですね冒頭申し上げたように5割合格できますからまたですね行政書士試験取ったらすぐ仕事できますかとここで書いてあることを学んでたらすぐお金になることできますかって言ったらそれは無ないんですね。えーまあ、もちろん民法であったりの相続有言業務とか であれば民法の知識でどうにかなりますけれども風俗営業の許可であったりであれば風営法を学習しなければいけないわけですしさまざまな関連法規というものを学習しなければいけない実務に出てお金を稼ぐためにはまだまだ学習しなければいけないということは多いところですからぜひ、ね、早く早く合格して無駄な時間を使わずに、えー 実務で活躍していただきたいというふうに私自身を持っています他の先生も思われているところだと思いますので、えー、検討いただければというところですね そして少し講座の方のご説明になっていきますが、おそらく初めて学ぶ行政書士ということで、本日お越しいただいている、お聞きいただいている皆さんは、行政書士試験であったり、法令科目というものを学習するのが初めてという方が多いと思いますので、初めての方については、このパーフェクトコースですね、ページで言えば14ページ、パーフェクトコース一択ですね。これが 非常ににおす,すめの講座になっていますどんな講座かというと、初めて学ぶということで、法律入門ということで、まずはオリエンテーションですね、法律になれると基本的な憲法、民法、行政法に慣れていただくと、また、ですね、ここからが本番ですけれども、合格講座ですね。 64回、えー、2時間半の授業がありますが、64回で、えー、憲法、民法であったり、行政法であったり、商法、会社法を学習していきますよと、おさらにレックの方それだけではなくてですね。よいしょ 科目別レ練ということでアウトプットですね練習をしていきましょうと講義で、えー、頭の中に入れた理解した知識というものを演習でアウトプットですねやっぱり練習しないと野球とかもそうですよねと野球とかスポーツとかもそうですよねと本読んでるだけじゃなかなかうまくならないですよねと理論は分かってても体が動かないのと同じように理論分かってても頭が動かないということにならないようにですね科目別ト練というものをしていきましょう。 さらにですね皆さんが心配になる記述問題ですね記述の対策講座で記述対策しましょうと記述ですね3問あってですねトータル60点あるんですけど300点のうちの60点すごい。 大きいですよね記述3問取れちゃえばあ合格がぐっと近づくというぐらい配点も高いところですからここも集中的に学習していこうとおさらに、えー、一般知識のところで文章理解ありました3問ありますと言いましたが国語の問題ここも訓練が必要になってくるところおで、えー、訓練すれば得点取りやすいところでもありますからこちらも対策をしていきましょうとなっています。 ていま,すまた最後ですね試験間近になった時には本番と同じように模試ですね。 えー、全日本行政書士公開模試であったりファイナル模試であったりですね模試で、えー、実力を確認しましょうとただ、この模試のところはですねもちろん今まで学習してきて今自分がどの辺にいるのかということの確認もありますけれども一番大事なのは皆さん本番で合格するということですからここでお結果で一喜一憂しないでくださいとここで意識してほしいのは時間ですね。本番時時時間間間でですとその3時間の時間配分で あったり皆さん、おそらくですねこの3時間の時間の使い方というところも慣れないとですね問題途中までやったけど時間切れで終わっちゃったともしかしたらその途中で終わっちゃったその先に解ける問題があったかもしれないのにとかああいうことになったらもったいない。 です,よね、えですからあこのお模試を通してです、ね、時間になれるとおでその時間になれた上で本番に臨むとこのお模試のところ独学の方であっても予備校を使う人であってもまだ早い話かもしれませんけれどもここで得点が思わしくなかったからといってやめないでください諦めないでくださいと諦めたでそこで試合終了ですから合格っていうものはありえないですから。 諦めずにどうにか粘っていればここでもしダメだったとしてもここで合格できるかもしれないわけですよねえですからあ時間に慣れるというところを意識してくださいってとこですねさらにレックの特徴としては大体の予備校さんはですねここの模試のところが1回しかないんですねですけどレックは2回と1回の3回用意しているというところで模試の回数が多いというのもレックの特徴になっています またこのパーフェクトコースですね先ほど私池袋でやってるお越しいただければと思いますがと言いましたがやっぱり、えー、ですね、えー 教え方であったり人間ですから好き嫌いというものは合う合わないというものはありますので、えー、私たち講師の人間もですね、えー、皆さんに一番望んでいるのは皆さんの合格ですから無理くり私の授業を受け続けろという話ではないとなのでその観点からですねレックの方も乗り入れ制度という形でですね、えー どこの教室、校舎の授業を受けてもいいですよというふうになっているとここも1つ特徴ですね。さらに、えー ウェブですね、時間がなくて校舎に行けないという方については、ウェブの方で講義を主張することができる、合格講座の講義を主張することができるという形でのウェブフォローというものも、レックは備えていますのでですね、ぜひですね。 皆様の合格のために講師陣もサポートをいたしますし試験というのは8割が準備ですから本番は2割です準備がすべてですからその準備をより効率的にですねえ無駄な時間を使わずにですねえ効率よく学習して早く試験に受かると。早く受け 受かればそれだけ実務の方で働こうかなと思った時の実務の勉強早く進められるわけですからそれだけ早くお金につながるビジネスにつながるチャンスにつながる行政書士になれるわけですからあぜひ予備校を使うレッグを使うというところもご検討いただければなというふうに思います。 行政書士パーフェクトコースの指導ということで本日は初めて学ぶ行政書士ということで行政書士というのはどういう仕事をやるのか行政書士試験というのはどういうものなのかレックではどういう講座があるのか予備校を使うメリットといったところをご説明させていただきました。ぜひです、ね、ご検討いいいただければとううふうに思ままますす着座のでままでは失礼ですから 起立をしてですね、えー、ご挨拶申し上げたいと思います、えー、本日もですね、えー、ご覧いただきまして、えー、ありがとうございました